はい、おはようございます。高橋です。今日はね、新しいメンバーでキャンプ初めて行くんですけれど、今ね、表参道の駅前にピックアップしてから、今日はね、埼玉県の秩父のスプラッシュガーデンに行きたいと思います。お疲れ様です。テレン、初登場。初登場、キャンプチャンネル初登場。キャンプ初登場、イエーイ。さあ、2時間いいですね。来ましたよ、買い出し。まず、そうですね、秋田デレン初登場。お願いします。あともう一人来ます、今日は、ね、そうですね、行きますよ。右方向です。続いて、はい、到着。じゃあちょっと受付してきますよ。あ、ありがとうございます。薪をちょっと見てくる。降りていいの？うん、降りちゃっていいよ。降りてます。はい、よいしょ、到着。チェックイン。はい、今日のサイトはこんな感じ、はい、こんな感じで、こっからのこんな感じで、シェルター張って、車がお邪魔だったら別のところに置いてもいいということでした。はい、よし。ビールありますからね。うん、そうね、ビール大国みたいになってるから。確かに。あれ、ビールどっちか。オッケー。あ、ここね。うん、じゃあ被写体の皆様、この辺に集まってもらっていいですか。はい、この辺に、はい、いいですか、被写体の皆様。はい、入ったかな。被写体入ったね。うん、入りました。はい、はい、じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。よし、乾杯。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 うん、ああ、あ、うまい。最高っすね。最高。よし、やばいっすね、この先。儀式完了。よく見たら結構熱い。料理長、料理長、今日の料理長です。お願いします。よかった、料理長いて。ドマドマ歴2年になってます。あー、素晴らしい。いいっすね。来た。はい、一緒に炒めた方が美味しいです。一応さ、うん、年下順から飯食ってから大丈夫ですか。食えないで行こう。おたま待ってるから行くよ。ここに和外順で持ってってもいいですか。はい、こっちも、こっち炒め物コーナーない。あー、確かに。お水あるよ。うん、あ、お水だよ。さっき買ってきた。お水ある。お水、うん、発見発見。タンはタン、次のタン、次のタン、今のタン、うぅ、血液がカルビみたいに、これね、はい、バスね、はい、わ、すげえ、そんな蓋。いいっすね、いいっすね、いい、とってもいい。タン、タン、タンはそっちがいいっすね。うお、でかっ。なんかナイフはさ、この中に多分入ってると思うんだよ、ね、あ、オッケーです。ここも行くんすか、一気に。はい、じゃあ行きます。うお、すげえな、これ。ゆっくり焼きましょう、ゆっくりね、うん、じわじわと、じわじわと。じゃあ、低温っす、低温っすね。すげえ、じっくりとこう。今いい感じじゃないですか。いい。はい、お肉入ります。いただきます。いただきます。かけた。うん、うまい。かけた、おいしい。すごいいいっすよね、焚き火めちゃめちゃ。いいね、うん、いい。あれ、まな板あります。お願いします。さすが、さすが、トマトマ。さすが、すげえ、本当にそれいいね、まな板だね。さすがだわ。お、来た。ここね、刺すわけね。どう、あ、感じ。おお、来てます。落ちない。来てます、来てます。うおお、すごいね、なんか鉄板焼きご飯屋さんみたいな、なんかね。あの、目の前でやってくれるやつ。確かに。もうすごい肉厚に。うわ、うん、どう、ミディアムレグラーになってる。いい感じ。何肉、これタン。うわ、すっげえうまそう。ただアルミホイルも消える。ミディアムレアだね。レアだね、うん、いいね。これ豚じゃないですよね、肉ですよね、牛って言ったね。
ていうかむしろマシュマロのこのスティックがいい感じかもしれない。確かにお肉屋さんみたい。確かに、確かにそうっすよね。言われて思ったんですけどね、まあ、間違いないですね。すごいこれが確かに柔らかくて切りやすいっすよね。すげえじゃん。そしてこちらもね、こちらもいい感じ。いい感じいい感じ。おお、この辺でもあるっすね。あの塩返し、塩が、塩がいい。ホリニシ、肉はホリニシ薄いから。あ、そうだ、フライパーだった。うふう、いいね、いい感じ。で、取って熱いからさ、これ取って、よっ、うふう、いいいい、最高。来たよこれ、焼きそば。カルエ君10歳か。そう、食べる人。はい、もう一個。あ、あります。無理か、重い、重っ。お、来た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 、ウインナー来た、いけ、夜飯まで、夜飯までバッチリ。おお、行ったじゃん、行ったんじゃん、行ってるよ。おお、イルス、あ、耳が死ぬ。何？年越しキャンプ行きますか。おお、いいですね。安全なら。いや、安全、これ安全だって聞いた、分かったから。もう高橋家キャンプは超安全、バッチリです。装備完璧ですから。だってね、おせたるからキャンプに。取り締めてこの中でストーブ炊くって、そう、そういうことするのか。なるほどと思います。そうなんですよ、もう無敵で。二酸化炭素チェッカーも全部ここの中入れて、マジで4発入れて、もうピー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 、もしヤバい時は鳴るんで、うん、なるほどね。でも換気扇も一応ついてるんで。あ、そうなんだ。ええ、外になんかほら小窓ついてるでしょ。はい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 。で、あそこに全部小型のファンを置いて、全部強制的に外に、すごいね、出すから大丈夫。バイバイ。いつかやりたいね。そうで、キャンプ真冬になったら、このジャクリーのポータルバッテリーで、これであと電気毛布やるわけ。もう無敵、すげえ。で、真夏は業務用の超でかい、あのスーパー銭湯とかに置いてある扇風機をいつも持ってきてやってるわけ。無敵、扇風機だったら1日ぐらいに持ちます、ね、全然持ちます持ちます。整わないと整っちゃうよでしょ。だからサウナから出てきてそういうことやっちゃうと、キャンプ場で整っちゃうっていう、やばいでしょ。あとあれ、あの担架みたいなやつ、あれ寝っ転がってみて。まだ寝っ転がってないでしょ。サウナから出てきて、あれに寝っ転がっちゃうと、あれ整っちゃうのよ。これやばいでしょ、だって外気と同じじゃん、これ完全に。ちょっとゴロンしてみてよ。これやばいでしょ、絶対。それさ、サウナから出てきてやばいのよ、これ。出てきた。マジで。外気浴でちょっと僕らに5分だけやります。そう。もう寝るね、これ。やばいでしょ。これ同じじゃん、サウナ東京と。やばいっしょ。サウナ東京もあるじゃん。マジやばいっしょ。やばいっしょ。やばいんだよ。ここ寝れるよ、これ。だから、キャンプ場で整っちゃうのよ。確かに。やばいでしょ。寝るね、これ。寝るよ、それ。これやばいわ。なんでそう。それさ、それをね、後でサウナから出てきたら、あの、表に持ってきて、そうするとさ、なんかあの、涼しくて、はい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 。もう最高だから、後で。確かに。なんならもう、せんで横付けね。そう、もう、その辺に引っ張り出してきて、外に。したらもう最高。やばいっすね。やばいでしょ。いいっすよ、オットマン。オットマンジロー。商品名すごいっすプラスオットマンジロー。すごいっすにオットマンジロー。すごいっすにプラス、オットマンジローで、こう足を乗っけてもらって土足でいいっすから、オットマンジロー。やばくないっすか。これは一体か。出た。これね、これいいっすよね。やばいっすよこれ。ルイ、あの毛布なんて言うんだっけ、名前。毛布、モフモフ、なんだっけ、忘れた。燃えてる、ね、なんだっけな、モフモフ隠れみたいな、モフモフどこ行った、モフモフ隠れみたいなやつじゃなかった、忘れたね、おトイレ行きます。よいしょ。トイレもね、
おトイレウォシュレットです。はい、こんなこと、ほら、一緒いいや。あ、どうすか、暑いそれ暑いよ。なんなんで、そのアニメみたいな、こんなことは、なんかアニメ声です。あ、やばい、こっちの方が長くていいな、やっぱり。そうでしょ、一本もったいないな。これはサラダと、ほら、今できた、これは動く。あー、それ焼きすぎだよね。ほら、もう、ルイどう、はい、焼きすぎ。でも食ってみて、食ってみて、食ってみて。よし、来た、これ、焼きすぎだよ、ね、イエーイ。ちょっと焼きすぎだろ、うん、どう、いいの、ちょっと焼きすぎかも。確かに。パパ、黒、真っ黒クロスで食って。ちょっと黒くすぎだよね、それ。それ清水さんに食ってもらった方がいいよ。確かに。半分、半分。どう、半々。ちょっとこっちの半分とりあえず食べてほしい。じゃあそれ、あっち行く。捧げ行くって、食いたい方。そしたら僕食うわ、残り半分。じゃあこっちの半分食べ。焦げてないところ。ちょっとあげようか、なんか。いいよ。あ、この、これ、これいいね、これ。大きさ。ぴったり。いいっしょ。いいっしょ。これぴったり、これ。これめっちゃいい、これ。いいっしょ。これやりやすい。巻き割りが始まったっていう。イエーイ。イエーイ。うわー、やべ。ちょっと、それやばい、それやばい、それやばい。めっちゃ面白い。お前やばい、やばい、やばい、やばい。どうすん、どうすればいい。おお。おい。さあ、みんなで温泉、温泉というか、このサウナーです、サウナー。みんな、行きます。リセットしに。でれん、もう満タンです、満タン。本当に満タンだね。今撮ってる？撮ってるよ。オーケー。はい。最高、最高。ほら、こうだな。イエーイ。イエーイ。楽しいですね。みんな映ってる？イエーイ。映ってるか、映ってるか。映ってる、映ってる、映ってる。ほら、見て。映ってる、映ってる。お、すごい。映ってるでしょ？めっちゃ綺麗。映ってる、映ってる。イエーイ。イエーイ。イエーイ。ここさ、ここ人気じゃないの？ほら、ロッジ。ロッジですね、ロッジ。やばいっしょ。直接借りよすぎ、女性陣止めて。一緒。野郎人はそんな手前のところでも飲やればいいからさ。そう、一緒。うん。ここいいですね、ここ。次こんじゃん、ここに。次もここに。いい？聞いた？聞いた、聞いた。おー。聞いた。一緒。12月、はい、1月だね。2場所行きましょう。一箇所選んで。だってこの前、ママと来たこと。そうだよ、ママと来たよ。今、今思い出したの？そう。だからやばいっすよね。そう、もう無敵っすわ。着きました。はい。行きましょう。入れ墨タトゥー大丈夫ですか？ないですよ。大丈夫ですか？どうもできない。え、金入れてないんじゃないですか？マシュマロやばいよ。マシュマロやばいよ。やばいやばい、行こう、ゴー。よし、めっちゃ気持ちかったです。サウナ&温泉、いや最高、最高、最高。整いましたね。整いました。言います。サイトに戻ってさらに整いに行きます。ゴロンゴロンしてね。いいね。あ、焚き火もうボーボーです。イエーイ。今日はこんな感じ、夜。そしてサウナから出た後のルービーが最高っす。やばいわ。ビール最高。ビール最高。やば。乾杯。乾杯。やばい。最高っすか。やばいっす。あ、またリンコが来た。あ、リンコ来た、また。整い復活みたいな。それ焼きそば行くんすか。もう前そばいいから。おお、ルイ焼きそばやってくれてるって。最高。うん、最高。さすがドマドマ。ありがとうございます。いいね、さすがキッチン。最高、最高。おー、やべえ、最高じゃない。最高、めっちゃうまそう。さっきのお水が全部飛んでいい感じになってる。
確かに感じっすね。これでも繋ぐんですか全部これ。さっきは全部あの映像。あ、そうよこれ。ありがとうございます。楽勝よ。楽勝なんだ。何使うんですか。うん、楽勝楽勝。何使うんですか動画の編集。フィモーラ。フィモーラ。フィモーラ。ああ。これもやろうかな動画。やっとくよ。高さ見てると。すごいよ。もうワンモアタイム。オッケー四発どうぞ。入れます。開封。よし開封祭り。でそれをでコンソメ。ね2発から3発。はい。あーやばい。コンソメスープ。入れてるよこれ。いいよ。入れるよ。いいよ。でコンソメスコンソメスープ。コンソメもね3発ぐらい。あーすごい。あ一気に行き過ぎたな。やばい。ちょっとやりすぎた。まあいい。まあいいとしよう。まあいいとしよう。しゃぶしゃぶ武蔵のパクリ版。オマージュして新しい発想で作ったのがこれですからね。あいいねこれです。ブローン。燃えてるねでかいのって。おいいね。いい感じですわ。デルン。謎の何料理これ。これは餃子ホルモンです。いやー、こんな朝から食ったことないな。オッケー。おい、じゃあ撤収完了しました。もうゴミ捨て入れてるところです。帰ります。